花田健一です。普段は、写真を撮影する仕事をしてるんですけれども、特に建築物ですね、住宅マンションとかの撮影を主にやってます。あとは、まあ、店舗とかのインテリアとかですかね。ああいった、まあ、とにかく、まあ、建物に関係する写真撮影を行っています。あと、まあ、時々、ドローンで、撮影することもあります。広島の好きなところは、まあ、とにかく暮らしやすいところですかね。もともと僕大阪出身なんで、その通勤とか通学とか、まあ、その大阪のこと考えるともう全くもって楽というか、もう自転車でどこでも行ける、そういった、まあ、暮らしやすさがやっぱ一番いいとこなんじゃないかなと思ってます。趣味は、ルアーフィッシングですね。ここしばらくちょっと行けてないんですけど、まあ、行ってる時はちょっとほぼ毎日のように行ってたりしたので、主に今シーバスと、アオリイカですね、を釣ってます。尊敬する人物は、まあ、ちょっとカメラマンなんで写真家になるんですが、オランダのイヴァン・バーンっていう建築写真家がいるんですけれども、その方の撮る写真がものすごく素敵で、目標にしています。座右の銘ですね、紆余曲折ですね。どっちかというとあまりこう、あんま考えずに、まあ、行動が先に出てしまうタイプなので、やっぱりどうしてもこう壁にぶち当たってしまうことが数多くありまして、その時にこうなんかこう、試行錯誤しながらこう乗り越えていくそのプロセスが、なんかこうすごいためになったというか、まあ、そこが一番僕らしいところなのかなと思っています。好きな食べ物は、観音にあるエリカっていう中華料理屋の担々麺が大好きです。嫌いな食べ物は特にないですね。 あとアンデルセンのくるみパンも大好きです。今一番欲しいものは時間ですね。とにかくちょっと時間に追われる暮らしをしてまして、なかなかこうゆったりとして休みを取れない状況なので、まあちょっと、まあ、一月ぐらいちょっと休みをいただきたいなと思ってます。そうですね、グループ展とかは結構やってきたりはしたんですけれども、個展をやったことがないので、いろいろ企画してはいるんですけれども、なかなか形にでききれてないので、まあ個展はやってみたいですね。よろしくお願いします。